ヘイトが集まってきたぞ。当然よ。グレネード引くわ。よし、俺たちの勝利だ。楽勝でしょ、よし。ありがとう。手を貸してくれ。手を貸してくれ。俺たちの勝利だ。バイ。手を貸してくれ。やるじゃないか。目的地に到着しました。わーい。いいかな。手を貸してくれ。
ヘイトが集まってきたぞ。手を貸してくれ。すまない。応援してます。機能。ヘイトが集まってきたぞ。待ってろ、今助ける。倒したぞ。手を貸してくれ。手を貸してくれ。手を貸してくれ。すまない。よし、レベルアップです。褒めてください。何かあったらいいもの持ってるじゃないか。あら、これは珍しいわね。プレゼントにおすすめね。素材が足りないみたいね。他にもいろいろあるわよ。
くん。おっ、なんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかった。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレイ、やっぱり2人が恋人だからできるのですか。え、ええ、直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を…絆ですか。絆と仲良くすることは違うのですか。仲良くするのもすっごく大事だけど、気づく、私もマスターとの絆が欲しいです。お願いしてもらうものじゃないかな。あ、だったら格好の舞台があるぜ。これは次に開催されるイベントの告知。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。やります、マスターとの絆を。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね、キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかも。そんなことは。でも、ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの人こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。え、どうして初戦を颯爽と勝利できるのに。これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイ。ごめんなさいマスター、さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することで、そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。おお、二人とも。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリト、どうしたんだ。せっかく勝てたのに。何かあったの。実は。なるほど、確かに最初危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キリト君、さらに落ち込ませてどうする。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの。それも、でも絆どころか敵の戦いの中で育む絆というもの。敵のあんな簡単な作戦もこのままでは絆ど。確かに友情や絆を深めていくのにはそもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒。でも絆ってのは時間や経験だけがき。それはどういう。俺が口で言っても仕方ない。戦いの中であんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。はい、マスター。